はい、明けましておめでとうございます。ちょっと待ってください。はい、明けましておめでとうございます。はい、シロックマンです。今年も、僕のね YouTube の、ゲーム実況をよろしくお願いします。はい、今日はね、2019年最初のゲーム実況ということになりますけども、いやいや、ちょっとね、結構しばらくやってなかったんですよね。前回ゲーム実況やったのはですね、クリスマスイブの時ですね。クリスマスイブの、12月24日にね、ゲーム実況をやりましたけどもね、はい、それ以来になりますね。はい、これをね、その時やらさせてもらいましたけど、このゲーム機。はい。RS07 ですね。はい。これやった以来やってないですよね、ゲームね。はい。そんな感じでした。はい。で、今回はちょっとね、Nintendo 3DS をね、やっていこうかと思いますね。はい。とりあえずちょっと近況としまして、一応ね、年末年始はですね、僕のね、年末年始は、家族でね、レコード大賞を見たりとかですね、あと紅白歌合戦を見たりね、してましたね。まあ、レコード大賞をね、乃木坂46が取ったのがすごく良かったなと思います。まあ、AKB も出てたんですけどね。で、AKB もね、去年シングルがね、Teacher というシングルが300万枚いってんですけど、それなのに、乃木坂の方がね、勝っちゃったというのね。まあまあ、でもしょうがないですよね。なんかあるんでしょうね。CD の売り上げだけじゃなくて、多分ね、ダウンロード数とか、そういうのも含まれてると思うんですけど。はい。まあ、AKB は過去に2回レコード大賞を取ってるんで、まあ十分ではありますけどもね。まあ、今回、乃木坂46が2回目のレコード大賞をね、受賞したということでおめでとうございます。アイドルファンとしてはすごく嬉しいことなんですけどね。はい。あと、STU48 が新人賞ね、一応最優秀新人賞ではないんですけどね、新人賞も受賞しているということでね、おめでとうございます。本当嬉しかったです。まあ最優秀新人賞は演歌歌手だったんですけどね、新人のね。はい。まあつうことでね、それとまあガキの使い、笑ってはいけないトレジャーハンターとかね、見たりしておりました。はい、年末年始は。主にね、そういう、まあ、のんびり過ごさせてもらってましたね。一応、まあ、3連休あったんでね、仕事も3連休だったんでね、その間はそんなことをしてね、過ごしてました。あと、まあね、友達とね、親友とね、親友2人と一緒にね、食事に行ったりとかね、ガストで、雑談したりとか、そういう感じですね。はい。まあ、一応ね、お正月とお盆とね、ゴールデンウィークは必ず会う友達がいるんで、二人とね。で、いつもね、そういう感じで、まあ、ガスト行ったりとか、カラオケ行ったりとかね、あと一緒にモンハンやったりというね、そういう友達がいるんですけどね。はい。まあ、そういう友達と会ったりとかですね。まあ、そんな感じでね。僕は年末年始は過ごしておりました。はい。つうことですね。はい。まあ一応またね、1月また、1月もう一回ドラゴンボールスーパーブロリーのね、映画もね、友達と一緒に見に行こうかなというね、話もしてたところでしてね。はい。まあまあいろいろね、そういうカラオケも行こうかというね。カラオケね、ちょっと混んでて今回行けなかったんで、1月にね、また入ってから行こうかなという。友達と約束したりとかですね。カラオケ僕もね、もうほんと、5年ぐらい行ってないんですよね。はい。5年ぐらい行ってないんですよ。7年ぶりってね、僕ね、Facebook とかでは投稿してるんですけど、実は5年ぶりだったということでね、5年ぐらい行ってなかったということですね。はい。まあまあ、カラオケね、行ったらね、なかなか行く機会がないんで、僕のカラオケの歌声をですね、ちょっとね、友達が撮ってくれるということなんで、一応 YouTube にアップしてね、僕の歌声をね、カラオケの歌声、もし興味ある方はね、見ていただいたらいいかなというふうに一応思ってますね。はい。一応カラオケね、
歌った時にね、撮ってもらう予定ですので、はい。まあ、僕の顔はちょっとね、恥ずかしいので、撮ってもらえないですけど、そのゲーム画面ちゃうわ。カラオケの画面を映してね、僕が歌ってる声をね、撮ってもらおうかなと思ってます。はい。一応友達が撮ってくれるって言ってたんでね。はい。カラオケね、まあ、もしね、興味ある方は僕のカラオケ見ていただければと思いますね。YouTube でアップする予定ですので、はい。まあまあ、余談はこんなところにしておいてですね。はい。で、早速ね、ゲーム実況をやっていきたいと思います。はい。はい。これね、3DS。はい。ですね。今回ね。はい。3DS で、まあ前回、スーパーマリオメーカーをやりました。これね。はい。僕が作った面をね、やりましたけど、思ったより再生回数伸びなかったんですよね。まあ、スーパーマリオメーカーもブーム終わってますもんね。まあ、そらそうかなとは思いますけども、まあ一応僕の念願のゲームだったんで、一応ね、やらさせてもらいましたけどね、思ったより再生回数が伸びなくてですね、やっぱりね、中国製のゲーム機じゃないと僕の動画って見てくれる人少ないんですよ。僕が好きなゲームをプレイしてもね、あんまり再生回数伸びないんですよね。そういう傾向が強いので、中国製のゲーム機をやると、もう結構爆発的に再生回数が伸びるんです。必ず3桁いけますからね。僕が個人的に好きなゲームをやるだけだったらね、ほんと2桁止まりなんですよ。それぐらいね、やっぱね、動画の格差っていうのが生まれてますね、僕の動画の中にはね。はい。まあ、しょうがないです。それはね。はい。まあ、とりあえず、まあ、やりたいゲームもたまにはやらさせてもらいたいなっていうのもありますから、中国製のゲーム機ばっかりね、やるのもなんかね、なんとのか、違法なゲーム機ですからね。はい。なんかちょっとね、引っかかるものがありますから。まあまあ、ね、そういう感じで、まあね、適度なバランスでやっていきたいと思っておりますね。はい。はい。じゃあね、今日やるゲームね、一応、まあ、これですね。前にね、このゲームセンター CX 有野の挑戦状 DS のね、これと2をやったことがありましたね。で、今回やろうと思ってるのはこちら。ゲームセンター CX 3丁目の有野ですね。これは 3DS 版なんですよ。僕はね、この本体買う前からソフトを持ってたんです、すでにね。これをね、DVD が欲しいがために買ったんですけどね。ゲームセンター CX のね。はい。で、これをね、今日やっていきたいなと。ほんと初見プレイになります。今日ね、初めてやりますね。はい。やっぱりね、携帯ゲーム機やるときは帽子かぶらないとね、僕のあの、ハゲ頭が映ってしまうんで、はい。年々というかもうね、育毛剤つけてるんでね、なるべくね、薄毛をこれ以上ね、増やさないようにね、しなきゃいけないと。いうことですんで、はい。はい。初見プレイです。はい。初見プレイですので、はい。いや、楽しみですね。やっぱね、レトロゲーム、オリジナルのレトロゲームがね、たくさん入ってるんですよ。ゲームセンター CX シリーズのね、DS のゲームっていうのは。もうたっぷり充電してあるんで。はい。こっちか。電源、これでね。で、ステレオをつないであるんで、そうね、アンプはそっちの方に、音が聞こえるようにね、設定してありますので。はい。こんな感じですね。はい。はい。ゲームセンター CX3 丁目の有野。はい。やっていきたいと思います。セーブデータ初期か。いや、もう本当に、ね、起動させることが初めてなんで、今日ね。このゲームを。
ガスコインカンパニー。ちょっと明るいな、画面が。ちょっと光が映ってんですよね。これでちょっとマシになったんじゃないかと思いますね。はい。なんかちょっと画質悪いな。はい。ちょっとマシになったかと思います。はい。スタートボタンを押してください。ゲームセンター CX 3丁目のアリの誰の声や今のは。なんか知らない声でしたけど、なんか AD か誰かの声でしょうかね。ストーリーモード、フリーモード、フリーモード、多分フリーモードすればね、ゲームを選んで自由にプレイできるんじゃないかと思うんですね。オプション、すれ違い設定、サウンド調整、最大になってますね。戻る。はい、戻る。ちょっと待って、これでタッチするか。フリーモードでいきましょう。で、多分ゲームが、あれ？これもしかしてストーリーモードでやらないとゲームプレイできないってことか。テレビゲーム選択。そうか、ストーリーモード進めていかないとプレイできないってことか、ゲームが。マルチプレイ、ローカルプレイ、ダウンロードプレイ、ルームメニュー、作る、探す。あー、ちょっと違うなこれ。多分ね、初見でやるようなモードじゃなさそうですね。攻略法リスト、まあストーリーモードにしましょうか。男の子、名前。はい。じゃあ普通にスロックマンにしましょう。気になっとる、気になっとるね。くまん。あれ？なんで？え、これ4文字しかあかんってこと？じゃあ、いや、シロックで。はい。シロック君でよろしいですか？はい。ゲームセンター CX 課長オン！はい。このゲームはフィクションです。まあ、当然でしょう。こういう感じで始まるのか。ああ、AD 渡辺ですね、これ。今日もゲームしていく？あれ？あれ？動かないけど。A ボタンか。駄菓子もあるから食べていってね、もぐもぐ。おばちゃん。あ、ありのが出てきた。うわ。このおばちゃん、店の売り物食っとる。いらっしゃい。今、こっちの子が先にゲームやってるから、ちょっと待っててね。先客か、ゲーム好きなんかな。ありの少年。画面オベラね。はい、ゲームオーバーのこと、画面オベラって言うんですよ。この番組の用語ではね。ありの、ああ、もう、画面オベラやん。名言、リスト。番組ファンにはおなじみの名言がゲーム中に出てくると名言リストに登録されます。なるほどね。登録された名言リストはメインメニューから見ることができます。よ、僕はアリノ、お前の名前は？シロックやな。ゲーマー同士よろしく頼むわ。まあアリノ少年と友達になったってことですね。
そういや僕アリノっていう名前の他は他も何も覚えてないんやけど、ないねんけど、シロックは僕のこと知らんか、知らんか。でも記憶喪失っていうなんかかっこええよな、記憶喪失っていうのなんかかっこええよな。それにゲーム遊んでいればそのうち思い出すやろ。だから僕と一緒にゲームしような、シロック。君の前に突然現れたアリの少年、その正体は未来からタイムスリップしてきたアリの課長その人である。なるほど。なぜ課長がタイムスリップしてきたのか、果たして無事未来へと帰ることができるのか。おなじみのナレーションですね。記憶を取り戻す鍵はズバリゲーム。課長と共に鍵となるゲームをクリアしてほしい。全ては君のゲームの腕にかかっているのだ。この懐かしさを三丁目を舞台に君と課長の冒険が今始まる。天井に誰かおんのか。今おっさんの声せえへんかったか。聞こえた。お前も聞こえたか。なんかわからんけどびっくりしたわ。多分今のナレーションのことなんでしょうね。ようわからんけど、とにかくゲームたくさん遊べってことやな。シロック一緒に遊ぶで。ここまでの状況を保存しますか。はい。ルーミーと魔法の放棄第一章。アリノさん。あ、なるほど。こうやって一個ずつゲームやっていく感じになるわけや。まず最初に挑戦するソフトはこちら、ルーミーと魔法の放棄。え、なんでやるゲーム勝手に決められんてんねん。確かにその通りやで。いや、自分でね、好きなゲーム選べると思うからね、やっぱり最初からね。まあでもゲームやし、ええか、まあやりますぜ。井上です。あ、AD 井上でした。今日、AD じゃないな、今ディレクターなんですよね、井上ね。今日はよろしくお願いします。イノコマックスですね。え、誰？ゲーム詳しいの？です。あ、そうそう、これ名言なんですよね。AD 井上が初めて出てきた時にね、ゲーム好きですかって有野課長が言った時に、普通ですって言ったんですよ。それがね、斬新だったんですよね。そうそう、今ディレクターになりましたけどね。あるいは普通って。天の声、このゲームに未来の手がかり、未来への手がかりは存在しているのか、アリの少年を助けることができるのか。君たちは3つのノルマに挑戦し、ゲームクリアを目指す。ノルマ1、敵を1体倒す。めっちゃ簡単やん。ノルマとして指定された条件をクリアすることでストーリーを進めることができます。挑戦中のノルマの詳細は下画面のメニューの見るで確認することができます。アリの3つのノルマって言うてたな。それができればエンディングまで見なくてええんや。てっきりエンディングまで見ないとあかんと思ってたわ。とりあえずルーミーやってみようか。シロックは操作の説明見た方がええやろ。僕はいらんけどな。こういうゲームは画面の上のところ説明載ってるから覚えときな。攻略法、基本ルールを手に入れた。入手した攻略法は下画面のメニュー見るで確認できます。またメインメニュー内攻略法リストでこれまで取得したゲームの攻略法を全て相談ちゃうわ、確認することができます。はい、ルーミーと魔法の放棄をプレイする方法。ゲームをタッチ、画面をタッチで選びます。プレイスルーをタッチするとゲームが起動する。簡単やね。はい、はい、これだからこの画面であれすればいいってことか。あ、ここでやるわけじゃないんや。これスタートちゃうわ。進むようにすればいいんちゃう。あ、こっちか、こっちやね。うん、こっちやね。AD 井上と有野と、これ僕ですね。店を出る、見る、話すゲーム。で、今これがでね、プレイできるようになった、選べるようになったわけですね。はい。はい。
警戒お掃除アクション、大魔法使いの弟子であるルーミーとローミーに与えられた試練とは、広大なお屋敷のお掃除だった。魔法のほうきを使ってモンスターごときれいにお屋敷を掃除しましょう。ということですね。お金オン。はい、ルーミーと魔法のほうき。あ、スーパーマリオみたいな感じや。あ、でもちょっとロードランナーっぽい感じでもあるね。あ、面白そうやね、これ。なるほどね。やってみましょうか。スタート。なるほど。こういう感じがスーパーマリオっぽいけど。あ、開いてまうわけや。ブロックが。あ、でも埋められるんや。勝手に時間経てば。そういうとこはちょっとロードランナーっぽいって感じもあるし。あ、敵かこれ。敵やったんかいな。何や、何かわからんかったやん。スライムっぽいな、でもね。これ、ほんま埋めとったんやんか、これ。勝手に埋まって倒せるいうことや。多分ね。あれ？違うやん。生きとるがな、おい。あ、そうか。さっきこうやって やってたな。あれ？違うな。上通り過ぎたら倒せてたんちゃうの？ちゃうか。こうやってやってやるんかな？こうやってやったら倒せんのかな？そのうち。そうか。画面とかブロックが埋まらないだけのことか。どうしたらいいのこれ。あー、死んでもうた。ちょっと待って、これどういうことや。説明がないよね。危ないね。やられた。ええ、これがガメオベラなんですよ。ガメオベールとも言いますね。え、ちょっと待って、ルールがわからんねんけど、いまいち。どうしたらいいの？これやって、さっきこうやって通り過ぎるだけで倒せたような気がするけどな。これ上のブロックとかになんかあるのか？なんもないよな。これ、全部こうやってやってみるとどうなん？なんもないか。なんかアイテムがあったりするんか、これ。ないか。ちょっと待って。どうしたらいいのこれ。もういきなりわからんねんけど。こうやるしかないよな。これ、ここにおればいいんか、俺が。やっぱりな。ちょっと待って。どういうことやね。こうやってやっててもあかんしな。このブロックをここに埋める方法がないんよね。なんか弾出したりもできないし、攻撃もできないしね。どういうこっちゃ、おい。死んでもうた。ちょっと待って。時間切れになったら敵が出てくるん。ちょっと待って、これ難しいで、めっちゃ。ちょっと待って、攻略法見るっていう項目ない？これさっきあったよな、どっかに。選択終わる。終わります。話す。あ、そうだ、いいゲームがあったんだ。あ、もしかしてきつくなってる。もう一丁
通路を広くするか痩せなあかんって、へへ平気、意外と入るのよ。あったあった、このコインゲームね。ありのおばちゃん、こんなでかいもん忘れんなや、自分の店のゲームくらいちゃんと覚えとき。コインゲーム、ゴーゴーダンプが遊べるようになった。ちょっとゲーム一つ増えたみたいやけどな、ちょっと。あーでもゴーゴーダンプ、その他のゲーム、あーこれか、アナログゲームってやつか、これか。ちょっとやってみようか。コインで共通ルール、 A でコインを投入します。画面右にコインがあるときは十字ボタン、画面左にコインがあるときは十字ボタンを入れるとゲージがたまり、離すとコインが弾かれます。うまく力を調整して途中の穴に落ちないようにコインを転がして当たりにコインを落とせばクリア。プレイする。あーこういうのか。あーなるほどね。ゲームセンター CX のあの駄菓子とか駄菓子屋とかにあるコインゲームを再現したような感じっていうことか。コイン入ってへんで。うーん、ドン、これぐらい。なるほど、こういう感じか。うわ、結構よくできてんねこれ。もうちょっと頑張れよ。コイン入ってへんで。うーって貯めてからや。ちゃんと説明してくれるのありのか。コイン入ってへんで。うーどん、これぐらい。結構音がリアルやね、効果音が。コイン入ってへんで。うーって貯めてからや。もうええんちゃう？うーって貯めてからや。コイン入ってへんで。うーどんやで。あ、惜しい。もうええんちゃう？なるほど、だいたいわかりました。こういうゲームなんですね。終わる。フレッチのゲームを終了しますか。はい。これまだ話すに、これびっくりマークついてるけど。わ、もう画面オベラや。うん、シロック、画面オベラか、僕が代わりにやったるよ。アリのオン。早速指痛いな。あ、今のとでやったことになったんやね、アリの。ん？これ見本か？あ、アリのがやったの、プレイがこういう感じやったってことか。やりました。やられました。そうそう、ないんよ、説明が。説明がないから俺もわからんねえよ。このゲーム難しすぎとちゃう。確かにその通りや。ポリゴンとかないのかな。はい。っていう攻略本とかはもう最初から見れないのかな。あ、見るってあるね、これ。あった。固定画面のフィールド上に出現する敵を倒すとステージクリア。6ステージごとにボーナスステージ。あれ、次のページちゃうの？ここタッチするのか。あ、次か、これか。プレイヤーはジャンプで床を破壊し、お掃除&ダッシュで破壊した床を埋めることができる。お掃除&ダッシュ？ジャンプで破壊した床に敵を落とし、その床を埋めれば、
敵を倒せる。プレイヤーはジャンプで床を破壊し、やね、ピョーンってね、お掃除&ダッシュで破壊した床を埋めることができる。お掃除&ダッシュってなんや。とりあえずこれ2つしか出てないんですよ、基本ルールね。これがヒントってことですね。ノルマ確認、ノルマメモ、敵を1体倒すね。穴に落ちた敵をお掃除で埋める。まずは小手調べ、敵を1体倒してみよう。プレイ時間4分ですね。じゃあもう一回やってみましょうか。よーし、やるか。お掃除&ダッシュって何やろな。お掃除&ダッシュってどういうことやの。どうやんの、何お掃除&ダッシュって。お掃除&ダッシュってどういうことや。こういうことじゃないの、ダッシュって。2回、横2回押すとか違うな。これ、ため打ちみたいなやつか。ため打ちでもないのか。お掃除&ダッシュってなんや。お掃除&ダッシュってどういうこっちゃ。LR ボタンか。違うな。これ、ポーズか。これもポーズやもんな。ちょっと待って。どういうことやねん。お掃除&ダッシュっていうのがわからんねんな。これ操作方法まずあれやな。それも見ないかんかな。敵を倒すことがこんな難しいゲームある？敵を一体倒すのがこんな難しいゲームあるか？いや、僕ね、バカなんですよ。頭悪いんでね、なかなかね、物事を理解するのがね、時間かかるタイプなんで、僕は。障害者なんでね。頭使うゲームが苦手なんです。いや、わからない。これひょっとしてクソゲーか？クソゲーではないと思うんやけどね。アリノの、ね、今までのね、このゲームセンター CX のゲームでクソゲーは一本もなかったですから。あ、こうやるんや。でも、このダッシュの仕方がわからんねんけどな。このダッシュの仕方さえわかればね、いいんやけど。どうやるんやろ。操作の仕方教えてくれへんかな。とりあえず。選択って何や、選択。あ、そういうことか。選択。ちょっと待って。戻る。終わる。話す。見る。店を出る。やめる。ノルマ確認。攻略法。プレイ時間じゃなくて、操作の方法を教えてくれへんかな。敵を倒すのは分かってるんやけどね、そのダッシュの仕方が分からんねん。ジャンプで床を破壊し、お掃除&ダッシュで破壊した穴を埋めることができる。だからそのダッシュの仕方を教えてくれよな。これはわかんねん。これがどうやるかわからんねん、このダッシュが。
と待って、ダッシュどうやんのこれ。ダッシュの練習どうやってやんの。右左押しっぱなしじゃできないよな。とか横連打でもないし、右左を連打するわけでもないし、 A ボタン押しっぱなしでもないし、 B ボタン押しっぱなしでもないし、 Y ボタン押しっぱなしでもないし、 X ボタン押しっぱなしでもないし、 LR ボタン X ボの押しっぱなしでもないし、どうやってやんの。ということは AB 同時押し違うな、 YB 同時押し違うな、 XA 同時押しちゃうな、 XY 同時押しでもないな。どうやんのこれ。XB 同時押しか違うな。YA 同時押しか違うな。LR 同時押しでもないな。L と B 同時押しちゃうな。L と A 同時押し違うな。L と Y 同時押し違うな。L と X 同時押し違うな。R と B 同時押し。R と A 同時押し。R と X 同時押し。R と Y 同時押しでもないな。どうすんのこれ。上連打か違うな。下連打違うな。右連打違うやろ。右左右連打でもないやろ。どうすんのやろな、これ。セレクト連打か違うな。スタート連打ちゃうよな。セレクトとスタート同時押し違うな。わからへんけどな、これ。どうやったらダッシュできんの、これ。できないよな、これ。惜しい。あ、そうか、これずっとでいるんやね、こいつが。このミスまだやってる？ちょっと待って。難しすぎるに違うな、このゲーム。敵を一体倒すのにこんなに苦労するゲームあるかい。ダッシュが分からへんねん、ダッシュが。ダッシュが分からへんねんけど。他に操作する方法はないしな。これでもないんですよね。これを使うわけでもないみたいですから。どうやるんやろう、これ。そんなかね、全然わからんねんけど、これ。ここと2つだけこう壊せないんですよね、これね。こっちの2つだけ壊せないんですよね、これね。ここも壊せないんですよね、このこのここも届かないから。とりあえず一通りのことを全部やってみましょう。一通りのブロック全部壊してみましょう。それでもダメか。どうしたらいいかわからんな。全部壊したけどダメやな。ダッシュどうやんの、ダッシュ。あ、これか。やっとわかった。下と B ですね。そんなんわかるかいな。下と B か。下と B でダッシュや。こうやって、あかん。もうこれお化け出てきてしまったら間に合わんのちゃうの、これ。時間切れになったらこれダメってことですね。とりあえずね、やっとわかりました。そういうことか。簡単やん、もうこれこうすりゃいいよね。やっとや、やっとやで、おい。
だからなかなか順調な滑り出しやで、全然順調じゃないやろ。もうすぐ30分経つけどね。浦川出てきた。ディレクターですね。あれ、同じクラスのシロックンだよね。君は誰なん？浦川だよ。この間、博多から転校してきたばかりなんだ。おう、浦川か。僕はシロックの友達の有野や。よろしくな。うん、よろしくね。なんかゲームうまそうやな。わからないことがあったら浦川に聞くことにしよう。確かにね、うまいんですよね、この人ね。ノルマ2、3連鎖をする。3連鎖、あ、こうなるのか。よし、やるか。3連鎖ね。まずこれとこれ、これで2連鎖ってことでしょ。これでうまくよし、これで2連鎖ってことでしょうね。多分これで、多分こうやって、あー、しまった。こういうことやね。やっとわかった意味が。アリノ、これで3連鎖達成やな。アリノ、だいぶルーミー頑張ったな。アリノ、おい、井上や。お、井上やか。僕らルーミーで3連鎖もできたで。早いですね。おめでとうございます。じゃあ、あとはステージ3クリアで目指して頑張っていきましょう。え、待って、なんで井上に目標決められんの。ステージ3は氷の世界なんです。ここをクリアしないと。ルーミーをクリアしたとは、そうやったんか。そしたらやるしかないな。氷のステージは滑りやすいので、慎重に進めてくださいね。頑張ってください。ステージ3の5クリア。なるほど。はい。最後の、このルーミーの最後の挑戦です。ゲームやったったらええねん。はい。いや、これで やっと意味が分かれば面白いですね、これね。うん。はい、さっさと地面クリアしちゃいましょう。サクサクやん。はい、1の2、さっきと同じ面ですね。あぶね、ちょっと待って。ちょっと待った。ああ、しまった。今倒せばよかったな、今のうちに。これやばくないこれ。あ、これ戻れないやん、スライムがいるから。下に落ちれないし、これやばいね、やっぱりな。だから一回ね、もうこれ別に3連鎖しなあかんわけじゃないから。あ、なんか出た。スターや。無敵か。よっしゃ。3の5までって言ったっけ。結構長いね。あー、倒せんかった。反対に動き出した。あー、なるほど。そういう魔法にかけられたわけや。危ねえ。下いると無敵やな。できな、下からって攻撃できないからね。あ、なるほど、下に回ってくるのか。はい、クリア。よし。ああ、なるほど、ジャンプして、あ、なるほど、Bダッシュみたいに、ある程度は、あれなんですね。あ、やばいな、これ。出てくるね。あかん。一体しか閉じ込められんかった。嬉しくないなぁ。何や。あ、そういうことか。
これもう言うたら、マリオブラザーズでいうハエと同じ動きやね。このジャンプしてるやつね。このスライムみたいな。よし、ブルーレット出た。あ、なるほど。スターやったら、もう体当たりだけで倒せるんやね、敵が。これボーナスステージか。そうやそうや、6ステージごとにボーナスステージがあるとか言ってたわ、そういえば。取るだけでいいんやね。あー、爆弾も落としてくるんや。でも一気減ったわけじゃないからいいのか、これはね。の1。ああ、なるほど。武器を投げてくる敵が出てきたわけや。あれ？当てられんかった。ダイヤモンド。あかん。ちょっとこう、スーパーマリオブラザーズみたいな感じもあるし、なんかロードランナーっぽい感じもあるし、よし、クリアした。あ、ヘビできた。ダッシュしてくるんや。あ、アイテム取らにゃ、取らにゃ、取らにゃ。嬉しくないな。はい。自分うまいな。だからクリアしてまうわけやね。爆弾取ったら一気にね、あれしてしまうわけや。カエル出てきた、カエル。やばい。あー、しまった、やばい。3連射、3連射ね。ちょっとやばい、危ね。もう危なかった。危ね。アイテム取らない。アイテム、ダイヤモンドは何やろ。気がついたらこっちに走って飛んでくるんやな、カエル。うお、やば。ちょっと待って、あかん、やばい。時間もあるしね、これ。カエルは厄介やな、なかなか。こう、うまく攻撃ができないっていうか。危ね。危なかった、今。ああ、埋められた。ああ、そうか。爆弾取りゃいいんやけどね、爆弾つうか。あかん。よしよしよし、クリア。よっしゃ。あ、これはコンクリートみたいなのはできないわけや。おっと、危ない。何これ、今何取ったんかわからんかった。あっと、やばい、危なかった。あ、敵がスローになるんや。なるほど、それは得やね。コンクリートにいてもなぁ、あのヘビ。あ、普通になったやん。通常のスピードになった。あ、落ちてきやがった。あかん、倒せんかった。あ、しまった。サクサクやん。よし、クリアした。爆弾置いていく敵がいるんよね。やばい。あー、爆弾置いてある状態で厄介やな、これ。これ取る。鎖みたいなの取ったね。あー、これスローのやつか。一番下にでスローになるのはちょっとね、厄介やね。
通に戻った。普通のスピードに戻った。あ、やばい。毒みたいなの生えてきやがった。カエル。よし、落ち上がった。よし。はい、ニンロック。ボーナスステージやね。氷の面って言ってたな。3の3ワールドになると。あ、取れなかった。爆弾も落ちてくるんだな、よく考えたら。それも覚えとかなきゃ。はい、1増えた。自分めっちゃうまいな。ありがとう、ありの課長。うまいことやったな。うまいか。よかった、よかった。え、氷の面ですね。難易度上がるってことですね、これね。あか、確かに滑る。ああ、間に合うか。よし、間に合った、間に合った。ああ、しまった、助けてもうた。ああ、助けてもうた。おい、ああ、やられた。難しいやん、この面。やっぱりアイテム取ろうか。ああ、ちょっと待って、この面で2回死んでるやん。もうやばいな。しかもこれ取りにくいとこにあるな、アイテム。止まるんかい。全部、あー、そうか。その代わり登れなくなるんや。やっとクリア。よし。3の5クリアっつってたな。3の5クリアでノルマ達成。危ね、危なかった今。うわ、やばい、やばい、危ねえ。危ね、うわ、怖い。おっと、危ね。あー、またか。またこれか。あ、いけるいけるいける。よし、クリア。あと2つか。あと2つの面や。あー、助けてどないすんねん、おい。おっと、危ねえ。ああ、これ最後の一気ちゃうの、これ。ああ、くそ、滑るな。ああ、危ねえ。やばい、あ、怖い。これ取ろう取ろう。あー、またこれか。このミスまだやってる。うわー、精一杯やったよ。クソ、ノルマ達成できなかった。ダメか。難しいぞこれ、なかなか。サンワールドで一気にやられたな。だいぶ遠いな、確かに。だいぶ遠い。自力でいけなかったら誰かに手伝ってもらうのもありとちゃう。あり。別に誰がクリアしてもクリアやもんな。困った時は誰か手伝ってくれる人を探しに行こうや。つうことですね。もう一回やってみようか。もう一回やってみましょう。これもう、サンワールドまでは死んだらあかんな、これ。すんなりいかなあかんね。
全部で15面ぐらいってことか。じゃあ15面ぐらいあるってことか。よっしゃ。これ最後は何面まであるんやろね。待たなあかんねんな。よっしゃ。はい。サクサクやん。はい。もう一応ワールドぐらいはね、ノーミスでいかないとね。勝手に落ちてきてくれた。また爆弾か。あーそうか、ダッシュできないねんな。あー危ね。ちょっともう、うわ結構当たりづらいなこいつら。知名度ちゃうわ。命中率悪い。自分うまいな。いやうまい言われてもこの辺ぐらいはもうスカスカいかないとね。サンワールド難しいからな。あー助けてもだ。あー何やっとんね。こんなとこで死んでる場合ちゃうかなおい。うわマジか。いや今回ちょっと厳しいな。ま最初にやった時はひどいぞこれ。あれこれこのゲームクリアしないと次のゲームができないわけやもんね。あ復活しよった。よっしゃっと。でもなぁ、ちょっと厳しいよな、一気じゃなぁ。あ、増えた。これ何個か取ったら1アップする感じやね、この水晶みたいなやつね。水晶というか、これいっぱい取った方がいいってことや。じゃあ1アップする可能性が高いと。これ優先して取ろう。やったな。はい、2の1か。まだあと10面ぐらいあるからね。3の5まで。なかなか出ないね、無敵が。2回ぐらいしかまだ取ったことない。ああ、切れてんのかい。くそ、やばいな今回な。よし。最後の残機やからな、厳しいね今回ね。アイテム出た。嬉しいな。何やろダイヤは。ダイヤの何が起きるんやダイヤの時は。はいクリア。カエル結構厄介なんですよね。難しいんですよ結構。危ね。
ああ、あれ取ろう。アイテム取ろう。何や。あ、スローのやつか。あ、もう外れとるがな、おい。うわ。あれ、アイテム取るか。無敵。よし、クリア。の4。やばい、なんか撃ってきよった。どこみたいな。あ、アイテムある。よし、無敵。あー、くそ。あれ？結構厄介やな。よし、クリアした。自分うまいな。いや、うまくはないよ。今回、さっきやった時の方がまだうまかったね。今回はちょっとやばい、調子悪い。あんな敵が結構多いから。爆弾があるからな、完全に。あー、そういうことか、落ちてくるんや。ゲームオーバー。やっぱ難しい。厳しいな、思ったよりな。これまさにアリノの挑戦ですよね、これね。もう一回やりましょう。はい。今回ちょっとラストチャンスにしますね。これでダメだったら、ちょっと今回はちょっと、また次回に持ち越しということにさせてもらって。今回は最後の挑戦。いや、もうね。ああ、もう何助けとんねん、おい。よし。自分うまいな。いやね、関西人はね、相手のことを自分って言うんですよね。はい。他の地方は自分のことを自分って言うんですけど、関西人は相手のことを自分って言うんですよね。そこが違いですね。あ、落ちやがった。スローになるやつか。あれ、来い。あ、助けてもうた。砂時計。うわ、時間止めるやつやな、これ。はい、クリア。自分めっちゃうまいな。いや、まあまあこれぐらいでうまい言われてもね。こっち優先して取ると1アップしやすいから。はいはい。おっと、危ねえ。爆弾取ったらボーナスステージ終わるからね。うまいことやったな。はい、2の1。さあ、もう2の5まではノーダメっていうか、ノーミスでいかないとね、厳しいと思ってもいいかな。やばい、
そう。かんな、片方倒したら片方が生き返る感じやね。ゲームを選ばれへんっていうのがね。あー、しもたー、くそ。よし、本気出したれ。砂時計か。よし、クリア。いやー、二の二で死んでたらあかんな。二の一で死んでるようじゃいかんな。もう脳みそぐらいの勢いでいかなきゃね。三の一、三ワールドまではね。ダイヤなんやろうな。あと2体ですね。よし、終わった。よし、これは確かに嬉しいね。意味ないもんな。はい。ああ、もう助けたあかんがな。ああ、そこ2体な。埋まっとるけど。やばい。あかん。ちょっと無理。今は無理。嬉しいって言ったって何が起きてるかわからへん、これ。よし、クリア。よっしゃ、2の4。うおっと、あぶねえ。あー、やばい、あぶねー、危なかった今。あ、上に来よかった。あー、助けた。もう一回取るか、アイテム。ダイヤって何やろな。ダイヤが分からんねんな、何か。一番下敵倒せないからな、とりあえずね。はい、来た。はい、クリア。自分うまいな。二の五。やっぱね、サンワールドが一番問題ですね。一番難易度高いから。やばい。あー、もう。いや、この辺になると難易度めちゃ上がるな、急に。ここ壊せないしね。落ちてくるんでな、しかもこれ爆弾気をつけんとね。難しいな、この面。よっと、危ねえ。むやみにダッシュもできないねんな、爆弾があるから。アイテム取ろう。よし、もう敵。ああ。よし、クリアした。いや。ここで1アップがなんとか取ればいいけどな。
聞こえた。よし。さあ、サンワールドまで来ましたが、行けるかどうか。結構長いもんな、3の5まであるもんね。あー、しまった。くそ。その代わりなんかサンワールドってあんまり武器を持ってる敵がいなかった気がするけど。なんか思ったよりうまいこと動かんな。いや、難しい、ここ、ほんま。やばい。よし。よし、クリアした。危ねえ。怖いな、この面。あー、助けたあかん。危ねえ。アイテム取ろう。あー、もうなんやね。危ねえ。あー、くそ。ストップすんなよ、こんなところで。倒せないもんな、ここに立って。と猫だけ。あー、くそ、当たれへんがな、おい。うわ、やばい。うわ、ちょ待てよ、おい。なんやねん、おい。猫一匹になんでこんな手こずらなあかんねん。犬か猫か知らんけど。あー、もうまた助けとるがな、おい。やばい、これ最後の残機やからな。これノルマ結構な厳しいノルマやね、このゲーこれね。おー、危ねえ。おっと、怖い。おお、ガーガー、もうくそー。さっきと同じやん、3の3って。いやー、これはちょっと無理かな。さすがにこれへこむな。ちょっとね、これね、これゲームクリアしていかないと他のゲームも楽しめないっていうのが痛いね。なんか裏技ないかな？全部のゲームが出てくる裏技とか、ちょっとネットで検索してみるか。いやね、これはちょっとな、一個ずつクリアしていかないとゲームがね、他のゲームもプレイできないっていうのはちょっとね、そこは痛いですよね。いや、またちょっと次回ね、また気が向いたらやりますね。はい。とりあえず、ちょっと今回これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube、もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。